ございます。で今日は、私の1日の食事にカメラを密着させてお届けしていこうと思います。では家族が起きてきたので朝ごはんから作っていきます。ごま油、はい、あれ米油ね。納豆とサラダにかけていきます。醤油とリンゴ酢をちょっとずつ入れます。フラグフォードで。パルテノはギリシャヨーグルトでプロテインが 10g 以上入っています。炭水化物は 4.9g なので 5g 以下。いいですね。朝のタンパク質が卵と納豆だけだったんですよね。でそれでだいたい 12g でちょっと足りなかったから、そういった時は豆乳飲んだり、まあ、豆乳も 100ml コーヒーに入れると 5g くらいタンパク質が取れるので、それでちょっと追加したりとか、あとはこんな感じで間食でヨーグルト食べたりしています。で私はタンパク質を 20g 一食で取りたいので、結構このギリシャヨーグルトを食べることが多いですかね。シュガーって書いてあるんですけど、この我が家には砂糖が置いてない。天然甘味料のエリスリトール、こちらがね血糖値が唯一上がらないと言われている天然甘味料になります。ちょっとだけ飲みます。ちょっと私あんまりね酸っぱいのが苦手なので、
で、ほんと小さじ2分の1もいかないぐらいかな。ほんとちょっとだけ入れます。昼は、作り置きを食べていきます。で、私はまずこんな風にお皿をお盆の上にセットして、なんかこうお弁当に詰めるような感覚で詰めていきます。で、ご飯は三重雑穀っていうのをたまっちゃんショップでこの前楽天で買って、そこに穀米とかアマランサスとかちょっと入れてるのでオリジナルブレンドです。こちらは松菜だけじゃなくってキノコも入れました。そのね、キノコは何にでも入れちゃいます。ダイエット食材なので。で、大根と玉ねぎの味噌汁なんですけど、ちょっと海藻を足します。わかめと最近自分の中でマイブームの糸寒天です。はい、できました。卵とアジで、だいたい手のひら分以上はあるので、タンパク質もしっかり取れてるかなと思います。きのこも海藻も野菜もありますし、まあ、色もなんとなくカラフルに仕上がったので食べていきます。いただきます。この塩麹の煮卵は毎週作ってます。めっちゃ好き。塩麹と醤油とごま油につけるだけなのでめっちゃ簡単です。ふるさと納税で観葉植物を頼んだら、なんかジャングルみたいになってきちゃいました。どうしよう。はい、ではコーヒータイムします。はい、無調整豆乳です。いつもはタニタカフェの無調整豆乳を楽天でまとめ買いしてコーヒーに入れてるんですけど、ちょっとなくなっちゃったので業務スーパーで昨日買ってきた無調整豆乳です。じゃん、オートミールのマフィンこの前 YouTube で紹介したんですけど、また作ったのでバナナマフィンですね。こちらも食べていきます。砂糖入ってないです。エリシリトールですね。すっごいね、息子が喜んでくれたのでまた作ってみました。おいしい。ミックスナッツもね、砕いて出てあります。はい、では冷蔵庫の中にあるもので夕飯を作っていきます。まず夕飯作るときはタンパク質から考えるんですけれども、今日はこの鮭とあとこちらの厚揚げでタンパク質を取っていこうと思います。で、まだ2時45分なんですけど、これから3つですね、ミーティングが続いちゃうので先に作っていきます。はい、もうちょっとめんどくさいので一気に両方焼いちゃいます。そして洗うのもめんどくさいので、こちらのくっつかないアルミホイルを引きました。で、これをトースターに入れて焼いていきます。鮭をね、ちょっとひっくり返さないといけないので、ちょっと見ながらやっていきますね。とりあえず10分ぐらいにしておきます。3本目です。ちょっと
と味変したいので高くなります。大好き。レモン水美味しいです。ではまだちょっと5時なんですけど、ちょっとお腹すいたので夕飯を食べていきます。こちらはきのこが入っているおひたしです。小松菜のおひたしです。ちょっとだけ芋も取りようかな。で、味噌を取りたいので味噌玉を、わかめ。また味噌玉の作り方は概要欄にも貼っておきますね。寒天もね、海藻でできてるのでおすすめです。味噌玉はいつもこんな感じで冷蔵庫にストックしてあるので、いつでも味噌汁がすぐ食べられる状態を作ってます。よし、あとはお湯入れるだけ。ちょっとね、夜も仕事があるのでご飯はもう先に食べちゃいます。ご飯です。はい、では食べていきます。やばい、あと10分。10分後に仕事が始まる。最近ちょっと醤油。今日はちょっとさつまいものバター焼きを作り置きで余ってたので入れたんですけど、お米は食べることの方が多いです。食べないこともたまにあるんですけど、まあ、そこまでお腹が空いてない時とかはおかずだけとかの時もあるんですけど、あとはちょっとね、体重がなかなか戻らないっていう時とか、あともう食べてすぐ寝るっていう時とかは食べないですかね。なのでその時の具合によります。息子が芋掘りを保育園にしてきてくれたので、その芋です。昨日の夜はなんか芋掘りの興奮が冷めなかったみたいで、芋掘りの思い出話を30分ぐらいで布団の中で、ね、一人で喋ってました。やばいやばい、あと5分。いつもね、息子と一緒にご飯を食べてるんですけど、今日はね、仕事が入っちゃってね、食べれなくて一人旦那さん遅いです、いつも。ちょっと今ね、出版に向けてバタバタしておりまして、忙しくてもね、栄養バランス取る食事ってこんな感じで焼くだけとかね、もうお湯注ぐだけとか簡単なんだよっていうことが伝われば嬉しいです。大体いつもお肉お魚両方食べることが多いんですけど、お肉好きなんで今日はどっちもお魚でしたね。お昼も魚で、夜も魚でした。はい、ではもうすぐ寝る時間なので、だいたい8時半ぐらいに4時半ぐらいに起きてます。もうね、寝かしつけで寝ちゃうんですよね。なので朝早いんですけど、割と8時間寝てます。ドキちゃんを飲んでいきます。でもうカフェイン入っていないので、睡眠の邪魔をしないっていうところで、あときってすごい気に入ってて、それもこんな感じでティーパックになってるんで、もうね、お湯を注ぐだけでございます。むくみ解消にもいいですよ。なのでむくみがちの方は寝る前にあずき茶でほっと一息つくっていうのはいかがでしょうか。
茶の効果効能については他の動画でも結構しっかり喋っているので、よかったらそちらをご覧ください。でこんな感じの1日の食事は結構サブチャンネルの方で随時更新しているので、まあ、よかったらねサブチャンネルの方も一緒に見ていただけると嬉しいです。はい、ではなんてことない1日の3食のお食事をお届けしました。また公式 LINE の方では、まあ、具体的にどういう風に食べて痩せるを進めていくのかっていうのも別動画でお届けしているので、気になる方はまたそういったのも合わせて見ていただけるとより理解が深まるかと思います。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。お風呂入って寝ます。おやすみなさーい。